和成さんはまたその砦の全日本後がちょっと急遽というかロサンゼルスのワールドカップに出走ということでまた公務で忙しかったと思うんですけど、はい、どのように、まあ、まあ忙しかったですけど言っても G1 後のしっかりコンディショニングした後のレースだったのでまあバタバタしただけで体調自体はいい状態で入れました、ね、はい、実際は競輪はあれ決勝で、はい、乗れたりとかちょっとまあスケジューリングでチームスプリンターすごくきつい日程だったように書いてありますけど、はい、まあ本当きつかったタフなレースだったんですけどもまあいい成果を得れた大会になりました。その、まあ、和成さんの立場だいぶ年もあって長迫吉拓選手みたいな若い選手がこう加入してきてこううまく流動的にやっていけてるのかなとかそういうのはどうですか。まだまだこれからじゃないですか。新体制になって、まあ、10月にスタートしてまだ4ヶ月ぐらいしか経ってないのでまあじっくり今シーズン以降を目指してだと思います。まだ本当にこれからこういろんなものをこう準備して積み上げていくようなところが、ね、はい、まだ宮崎ではだいぶ長い距離ロードレースのゲスト参加ですか。ちょっときつかったですね、はい、競輪選手にはなかなかない距離だと思うので、はい、まあ、吸収するものというかやっぱあるんやっぱレースではないのイベントだったのでそういった部分で趣味で乗られている方々と一緒にコミュニケーションを取って景色見て、うん、地元の食べ物を食べてっていうイベントだったので、まあ、本当いい経験と体験をできましたね、はい、宮崎の良さみたいなところ。そうですね、炭焼き、桃焼き美味しかったですね、はい、いろいろちょっと、まあ、味なんですけど、まあ、また新田雄大さんと、初日11レース一緒というところで、はい、高松これでも相当久しぶりになりますよ。前何でしたっけ G1 全日本まで、はい、以来だと思います、ね、はい、あの時確か大雪降って順延したと思うんですけど、はい、今回なんかいい天気に恵まれそうな。そうですね、気温も上がるみたいなのでまあぼちぼち体が動く状態になってくると思うのでまあ遺憾なく実力を発揮したいですね。まずはスピードレース期待しています。はい、頑張ります。